どうも、石川です。はい、これより登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、中国ブロックの鳥取、島根、山口、広島、岡山の2020年度、問111から問120までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。引き続き第5章の内容ですね。はい、まずは問111番です。一般用医薬品の添付文書の記載に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、A なんですけど、消費者相談窓口として製造販売業者に、許可を与えた都道府県の、許可担当部門の名称、それから電話番号が記載されているよというところなんですけど、いやこれ違いますね。何かというと、その製造販売業者に許可を与えた都道府県の、担当部門の名称とか、それじゃないですよね。何かというと、メーカーさんの、こう相談窓口、そこの、電話番号とかが記載されておりますので、なので、製造販売業者、メーカーさんのですね、こう窓口の電話番号とか書いてありますから、そこのところが誤りとなります。はい、ということで、まあ、大丈夫でしょうか。はい、そして B なんですけど、有効成分が不明な場合は、成分及び分量の項目については記載されていないとあるんですけど、いや、こちらですね、成分分量ですね、記載されておりますので、なので、この有効成分が不明な場合とかっていうところはですね、これちょっと医薬品としてまずいですよね。なので、B は誤り、そして、C は正解となりまして、3番が正解となりました。はい、なのでこのようにですね、ちょっと文章を読んでいくと、こう何言ってるかわかんなくなることも出てくるかなと思います。なのでそんな時にはですね、今こういうこと言ってるんだな。なので今回、例えば A の問題とかだと、消費者相談窓口として、そして製造販売業者に許可を与えたというようなところでは、どこに何をしたのかというところも、しっかりと確認しながら解くようにしてあげてください。はい、それでは次行きましょう。問112番です。安全性情報に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A なんですけど、緊急安全性情報は、今、緊急安全性情報のことについて聞いてます。そして、独立行政法人医薬品医療機総合機構からの命令や指示、そして、製造販売業者の自主決定に基づいて作成されますよとあるんですけど、確かに自主決定に基づいて作成されていきます。ちなみに、緊急安全性情報、前のホワイトボードにもちょっと書いていました。あとは、安全性速報、それから医薬品医療機と安全性情報というような、媒体がございまして、まずこの緊急安全性情報、安全性速報に関しては、こちら命令を出しているのは、厚生労働省、こちらですね、厚生労働省が命令を、出しております。そうで、あとは自主決定ですね。で、こちらになりますので、なのでまず、こちら厚生労働省に関しては、この緊急安全性情報とか安全性速報に対しての、命令とか指示を出していきますので、このあたり大丈夫でしょうかね。ここ命令になりますね。命令とか指示、そうですね、命令だけにしておきますか。命令ですね。命令とか指示とか出していきますので、はい、ということでここのところ気をつけてあげてください。はい、ということで、こちら独立行政法人医薬品医療機総合機構、総合機構じゃないよというところ、総合機構もちょっと書いてみましたけど、総合機構じゃないよというところを、確認しておいてください。はい、そして、B なんですけど、緊急安全性情報は、医療用医薬品や医科向けの、医療機器についての情報伝達であり、一般用医薬品に関する緊急安全性情報出されたことないよと言ってるんですけど、出されたことありましたね。そう、詳細孤島による感染肺炎。詳細孤島って、一般の、お薬、一般用医薬品として販売されておりましたので、なので、こちら B は誤り、それから C、安全性速報は、
A4 サイズの黄色地の印刷物で、イエローレターとも呼ばれておりますよ。違いますね。イエローレターはこちらです。緊急安全性情報がイエローレターというふうに呼ばれておりましたので、なので、こちらですね、黄色地の印刷物はそちら。で、安全性速報はブルーレターでしたよね。ちょっとここ書きますけど、ブルーレター。あ、こっちの方がいいね。見てくださいね。こっちの方がいいですね。ここ、ブルーレター。ブルーレター。へじゃないですね。ブルーレターですね。レターになりますので。で、こっちがイエローレターとなりますから、ここの違いもしっかりと確認しておいてあげてください。はい、ということで大丈夫でしょうか。はい、ということで、こちらですね。C は誤りとなりまして、そして D は正解なので1番が正解でした。はい、ちなみになんですけど、こちら厚生労働省先ほど命令指示出してるのは緊急安全性情報安全性速報でしたけど、厚生労働省が、作成しているものに関してはこれですよね。そうですよね。発行しているものに関しては発行にしとこうかな。に関しては、こちら医薬品医療機器安全性情報が厚生労働省が発行しています。なので、製造販売業の、製造販売業者がですね、発行してるのは、こちらですよね。緊急安全性情報、安全性速報になりますので、ここのところ、ちょっとこちらに書こうかな。こちら。ここだね。が発行してますので、ちょっとごめんなさい。ちっちゃいね。発行してますので、なので、ここのところ、どこが発行してるのかな、そしてどこが命令出してるのかなっていうところ、間違えないようにしてあげてください。はい、ということで、ここまで大丈夫でしょうか。ごめんなさいね。ここちっちゃくてよく見えないですよね。発行って書いてますからね。ごめんなさいね。はい、ということで、そのあたりよろしくお願いします。はい、では、次行きましょう。問い113番です。医薬品の安全対策に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解ですね。C と D 正解で A なんですけど、1961年に起こった薬害エイズ事件を契機として、こちらですね、まあ、いろいろ書いてありますよね。1968年に世界、保健機関の WHO の加盟国を中心にですね、WHO 国際医薬品モニタリング制度を確立することになりましたよとあるんですけど、これ、エイズの問題ではなく、サリドマイドでしたね。サリドマイド。いいですか？サリドマイド。サリドマイド訴訟ってあったじゃないですか。それを契機として、行っておりましたので、なので、ここ A は誤りとなります。はい、それから B ですね。一般用医薬品には承認後の使用成績などを製造販売業者などがこう集めていき、そして厚生労働省へ提出する制度は適用されていないと、再審査制度が適用されてないよとあるんですけど、そんなことないです。適用されておりますので、こちら B は誤りとなります。そして C と D は正解となりますので、5番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い114番です。一般用医薬品の安全対策に関する以下の記述について、カッコ内に言うべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、まずそれぞれ、大丈夫でしょうか。塩酸フェニルプロパノールアミン、PPA 製剤になりますよね。こちらが配合された一般用医薬品による、脳出血、ここも間質性肺炎とよく間違えちゃいますから、間質性肺炎は、小細胞糖とインターフェロン製剤を併用したことによって、出てくる、副作用ですし、あとは一般用風邪薬を使用したことによってもですね、こう、間質性肺炎が出てきちゃいましたよというのが ありましたので、そことちゃんと、絡めておいてあげてください。はい、そしてあとはですね、まあ斜めのところだと高血圧症患者の使用によるものだよというところでは、このあたり糖尿病かなとかね、あとは腎臓病かなとかって勘違いしちゃいますけど、ここのところはですね、しっかりと手引きのところ参考書などですね読み込んどいていただきたいなと思います。そしてそこからどこ何のお薬に切り替わったのかというところではプソイドやフェドリンに変わりましたよというところで、ジフェンヒドラミンの抗ヒスタミン薬じゃないよというところに、しっかりとつなげておいていただきたいなと思います。はい、ということで、問114番は5番が正解でした。では次行きましょう。問115番です。医薬品の副作用情報などの収集、評価及び措置に関する以下の記述について括弧内に響く正しい軸の組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。
はい、まずそれぞれのところですね、独立行政法人医薬品医療機器総合機構だったりとか、あとは日本製薬団体連合会とか、そのあたりが何なのかというところですよね。日本製薬団体連合会は、まあ、簡単に言うと、製薬製造販売業の、メーカーさんがこう集まってる団体と思ってあげてください。そして、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 PMDA と呼ばれるところなんですけど、ここはですね、こういろんな副作用情報とかを集めて、そして、ホームページなどに公開したりとか、あと各、関係団体とかにですね、情報共有したりとか、そういうことを行っている、ところになりますので、なので、そこの違いをしっかりと確認しておいてあげてください。はい、ということで、あとは薬事食品衛生審議会に関しては、ごめんなさいね、前のホワイトボードに書いてないですけど、薬事食品衛生審議会は、お薬とか、あとは食品に関する、プロの専門家の人たちが集まっているんだなというところで、政府の分科会の、一つになってきますから、はい、そういったものがあるんだなっていうところで押さえておきましょう。はい、ということで、問い115番は3番が正解でした。では次行きましょう。問い116番です。はい、医薬品副作用被害救済制度に関する記述の制度について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、B 正解ですね。このあたりは大丈夫でしょうか。そして C なんですけど、これちょっと難しくないですか？いや、難しいなって私思いました。そう。まず、このあたりですね、結構読み飛ばしちゃってる分野になるので、今一度確認してほしいんですね。独立行政法人医薬品医療機総合機構においては、この団体の委託ですね。そこを受けて、諮問患者なのかというところなんですよ。そう。ここ、諮問患者じゃないんですよ。これ、HIV の、罹患した人に対してですね。そうなんですよ。なので、諮問じゃなくて、HIV の内容となりますので、これ C は誤りとなります。いやー、これ難しいですよね。そう。なので、こちら答えは2番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い117番です。以下のうち、使用により、生じた、健康被害事例が、医薬品副作用被害救済制度の対象となるものはどれでしょうかということで、はい、対象となるのはですね、こちら4番が正解となります。人体に直接使用する殺菌消毒剤ですね。直接使うのは、対象となるんですけど、直接使わない、いや、例えば器具の殺菌消毒などを使う、に使うようなものに関しては対象となりませんので、ここのところを気をつけておいてあげてください。はい。ということで、117番は4番が正解でした。では次行きましょう。問い118番です。医薬品 PL センターに関する記述の制度について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A は正解。そうですね。これは制度の、医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、メーカーさんに、賠償責任がある場合にはですね、PL センターの相談が推奨されてますので、A は正解。それから B なんですけど、PL センターというのは、独立行政法人医薬品医療機総合機構において、製造物責任法の施行と同時に開設されましたよとあるんですけど、これ違います。日本製薬団体連合会によってですね、この PL センター、開設されておりますので、こちら B は誤りとなります。はい。そして C なんですけど、PL センターは消費者の代理人として裁判による料理迅速に解決ではなく、裁判によらずですね、みんな仲良くしていきましょうという、裁判によらず、解決を導くこと、特に公平中立なので、なんですか、訴えた人側の方のですね、健康被害を受けた人側の方につくのはではなく、それから製薬メーカーの方につくわけではなく、公平中立な立場を保っていきますので、そのあたりも気をつけてあげてください。はい、そして D なんですけど、医薬品 PL センターは医薬品または医療機器、はい、ここ医療機器じゃないんですよ。そうなんです。これ、医薬部外品になりますので、これよく間違えます。そしてよく引っ掛けてくるところなので、必ずこれ、あ、ここは医薬品と医薬部外品なんだなっていうところをしっかりとインプットしておいてくださいね。皆さん、大丈夫でしょうか？はい。ということで、答えは5番が正解となりました。では次行きましょう。問119番です。
以下の医薬品副作用被害救済制度による給付の種類のうち請求期限がないものはどれでしょうかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。障害年金、障害児養育年金とか、その障害とつくものに関しては請求期限がありませんでした。はい、それ以外は5年と押さえといていただく、5年と押さえといていただくことがいいかなと思いますので、ここのところを、もう一度確認して、テキストなどもう一度確認していきましょう。はい、ということで問い119番は1番が正解でした。はい、では最後のところですね。問い120番です。医薬品の、適正使用のための啓発活動に関する記述の成功について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、まずそれぞれのですね、こちら、啓発活動。いつやってどういう名称でやってるのかっていうところですね、よく引っ掛けていきますから、今回ここですね、薬と健康の習慣は10月17日から23日の1週間なんだな、なんとか習慣と言ってますから1週間なんだなというところですね、必ずつなげておいておいてくださいね。はい、そして B は正解、そして C なんですけど、薬物乱用は乱用者自身の健康を害するが社会的な弊害を生じることはない。いや、そんなことないです。社会的な弊害、要は周りの方たちにも迷惑いろいろかけてしまうことがたくさんありますので、なので、生じることはありますから、C は誤りということで2番が正解となりました。はい、ということでここどうだったでしょうか。ちょっと一部難しい問題もあったかなと思うんですけど、ただそれでもですね、まだ基本的なこと、要は毎回よく出てくるような問題が多いので、しっかりと過去問を、解いていただく、そして、間違えたところをもう一度また次はできるようにしていただくことがすごく重要なので、なので、皆さん同じ問題に引っかからないように、似たような問題に引っかからないようにしっかりとですね、問題文を読んでいただいて、そうすれば必ずできるようになりますので、皆さん頑張っていきましょう。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、 LINE などに登録していただけますと質問などもお答えしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。